JR 南ば駅東側の歩道に10年以上前から無断で置かれていた103個の植木鉢高さは最大3メートル重さは平均で70キロもあり通行の邪魔になっていました歩道を管理する大阪市が去年10月に強制撤去して処分の方法を検討していましたがそこに手を挙げたのが植木の引き取り先に決まったのはこちら

白は草食動物物。の大好物伸びてきた枝葉を伐採すればクロサイやヤギキリンなどの餌にできるのですすすぐに食べましたね。ね、やっぱり好物なんです、ね、白は。実は園内にも白シの木はありますが成長しすぎて伐採するにも大きな負担にそのためこれまでは餌用として枝葉を購入していましたが 今後、その部分の経費が削減できるのではないかと期待が寄せられています。いろいろね、活用方法がたくさんあると思うんでね。あの、ありがたいなと思って。邪魔者扱いされてきた植木鉢。引き渡し時期はまだ決まってないそうですが、今後動物園で重宝されそうです。